この後は各地で激しい雨や落雷に注意が必要です。吉野さん、この後各地で天気が変わるリスクがありますね、はい、そうですね。東日本北日本は雷雨リスクありとお考えください。今日の天気図から見ていきましょう、はい、今日は日本海に一つ低気圧があります。この低気圧上空に寒気を伴っておりまして、5500メートル付近でマイナス18度以下という寒気が関東から北日本方面を覆うような状況ということになります、はい、こういったエリアでは大気の状態が非常に不安定で雨雲が発達しやすい状況です、はい、また衛星画像、水蒸気画像を見ていきますと、ちょうど日本海方面に黒く映っている部分ですね、こちらは比較的空気が乾いている部分ということになりまして、はい、ちょうどこの先端部分ですね、静岡県あたりで雨雲が発達しておりますし、あと東の縁にあたります北陸から東北の日本海側、北海道の日本海沿岸といったところでも雨雲、雲が発生しやすい状況になっているという形です、はい、皆さんの報告で見ていきますと、現在は静岡県内で少し雨が強まっておりまして、その他関東や北陸、新潟県、東北の広い範囲、北海道まで雨の範囲が拡大しているという状況ですね、はい、雨雲自体は少しばらけている部分もあるんですけれども、発達したところというのもありまして、こういったところでは雷を伴うリスクというのがあります、はい、でこの後全体としては寒気を伴った気圧の谷東に移っていきますので、東側のエリアで、ゲリラ雷雨発生リスクというのが高まる予想となっております、はい、関東では昼くらいにかけて、非常に高いエリアというのが多くなっておりますし、東北でも昼から午後にかけて、そして午後になると北海道でもゲリラ雷雨のリスクが高まるといった状況です、はい、関東はピークとしてはお昼過ぎまでなんですけれども、夕方ぐらいまでは雨雲の発生しやすい状況というのは続きます、北海道や東北の北部でも夕方ぐらいまでは局地的な雨雲の発達というのがありますので、空の色が黒っぽく暗くなってきましたら、急な雨ですとか雷、雹、突風などに注意をしてください、はい、この後各地天気は変わりやすく、急に雨が降ってきたり雷を伴ったりする可能性があります。アプリと合わせて最新の気象情報、ウェザーニュースの番組アプリからご確認ください。